皆さんこんにちは、みほしです。さあ、というわけでライブ配信とか、見ていただいている方はご存知かと思うんですが、無事に、今回の旅も終わりましてですね、1ヶ月半ぶりぐらいに帰ってきたんですけれど、帰ってきてすぐにこの映像を作ろうと思いました。本当に1ヶ月半前もう各地緊急事態宣言で、こんな中でなんか旅とかして大丈夫なのかなと、すごくねこう自分の中で迷いがある中で旅をスタートさせたんですが、1回帰ってで緊急事態宣言とかなんかそういうのが落ち着くまでもうじっとしてて何もしないで、で落ち着いたら改めて旅に出ようかなとか。でも私も一人旅だし、感染予防とかしっかりしてるし、キャンピングカーでねわざわざ人の多いところとかには行かないのに、まあどっちかっていうと本当に海とか山とか自然の中にいることの方が多いのに、そんなになんか気にしなくちゃいけないのかなとか、なんかこういろんな気持ちがせめぎ合っている中で、本当にどうしようかなって一人でまあ悩みながらスタートした旅だったんですが、そんな中で徳島から四国に入りまして、香川の方にぐっと抜けてで愛媛に入ったんですけど、そんな時に島並海道っていう文字を見つけたんですよね。あ、ちょっとじゃあ島並海道の方に行ってみようかなということで車を走らせたんですね。それが1ヶ月前。あの1ヶ月前のことはね本当によく覚えていて、あの大島に亀老山展望台っていう場所があってですね、その展望台から見た景色がですね、もうとにかく綺麗で、なんかこう私の心をガッと掴まれた気がしたんですよね。その瞬間に、あ、私ここにちょっとしばらくいたいなっていう風に思えて、まあ、当初の予定ですとまあいて2週間ぐらいかなと思っていたんですが、気づけばもう1ヶ月と。まあ今となってはね、なんでその大三島っていう場所にこう私がね行ったのかちょっと分かってらないんですけれども、海とかあと大三島の歴史、すごく深い歴史があって、そういった歴史を知っていく中で、なんていうかこう魂がこう引き寄せられる感覚というか、あ、ここが私の場所なのかもなっていうふうに思い始めたっていうこともあって、まあやっぱり1ヶ月のうちの20日間ぐらいは大三島にいさせてもらいました。てなわけで、大三島をはじめですね、愛媛県今治市の方々には本当にお世話になりました。この映像にね、入れ込めていない場面っていうのもすごくたくさんあって、そういったことはですね、ぜひ私が島暮らしの間にですね、アップした動画なんかを今一度、見返してですね、皆さんの中で振り返っていただけるとすごく嬉しいなというふうに思います。そしてこの映像を通してですね、愛媛県今治市、大三島、そして島並海道の良さ、魅力というのをですね、一人でも多くの方に伝えられたらなというふうに思います。改めて今回の島暮らし、関わってくださった皆様、そして YouTube、SNS などを通して応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。映像の最後にもあったんですが、 Journey is not complete、 まだ私の旅は終わっていないということでですね、3月の頭頃からですね、また新たな旅を予定しております。今ねその旅に向けてまたねいろいろと準備していますので、ぜひねこちらも楽しみにしていてください。ということで、またなー。